熊野上社長床新宮熊野神社の大長。新宮熊野神社は、福島県北方市、京都区町新宮にある神社。新宮と称しているが、本宮、新宮、那智の熊野三山を祀っている。旧社格は、県社。国の重要文化財に指定されている熊、野上社長床と呼ばれている拝殿があることで、有名である。現在は、長床のほか、熊野三社本殿。 文樹堂観音堂が残されている。また、長床前にある、大遺町は高さ30メートル、根本周り8.1メートルで、樹齢は600年と言われ、北方市天然記念物に指定されている。新宮熊野神社は、平安時代後期の天行3年前9年の役の、際に、源の頼地下が、戦勝祈願のために、熊野道村に、 熊野神社を誕生したのが始まりであると言われ、その後、漢字三年後三年の役の時により近の子、吉家が、現在の地に、熊野神宮社を先座、造営したという。この時、同時に、熊野本宮社を、岩沢村、熊野那智社を、宇津の村に先座、造営したが、後年、この二社は、神宮社に移され、現在、神社には、本宮、 新宮、那智の三社が祀られている。最盛期には三百余の抹茶や寺院、霊堂が立ち並び、百人以上の神職がいたというが、十二世紀末に越後の白鳥、茂の横領により一時衰退した。その後、源頼朝によって二百長部の領殿を与えられて、再び勢力を取り戻した。欧州合戦後に合図を与えられた佐原義綱の孫、辞連は、 神社の北東に、神宮城を築いて、神宮市を名乗り、これ以後、約200年間合図盆地北西部を支配することとなった。神宮市は神社を守護神として崇め、多くの神器を寄進し、神社の保護に努めた。神宮市が足なしに滅ぼされると、後ろ盾を失ったことから、神社は衰退していき、16世紀後半になると、戦乱に巻き込まれた影響もあって社殿は、 荒れ果てたものになっていたという。慶長年間に入りガモ秀行が、藍津領主の時に五十国を支給されたが、慶長16年の藍津地震で、本殿以外の建物はすべて倒壊してしまった。その後、慶長19年、ガモ忠里によって、かつてのものよりも一回り小さい拝殿が再建され、藍津松平氏時代は祈願書とされ、たびたび藩主の第三が行われた。 明治時代はじめに廃物希釈の煽りを受けて多くの仏像や文化財が失われてしまったが神社は存続し現在は神社近辺の集落住民で結成された保存会によって維持管理されている。新宮熊の神社には平安時代から江戸時代にかけての多くの文化財が伝わっているがこれらの文化財は神社に隣接する宝物殿に保管されており 一般公開されている。ここでは、国の重要文化財及び、福島県指定重要文化財に指定されたものを、記載する。福島県北方市、京都区新宮あざ熊野2258。ありがとうございます。